こんにちは、ヨギャンの中野です。今日はですね、大工の基礎を学ぶシリーズの番外編ということで、3D CAD の使い方についてですね、お話をしたいと思います。僕、この YouTube の中で 3D のモデル見せながら説明するみたいなことが結構あるんですけども、3D CAD の使い方の方も教えてほしいですっていうコメントをいくつかいただいてたので、そちらの方やりたいなというふうに思っています。これもですね、使い方を説明するっていうよりは、実際にこれを作ってみるっていうふうにですね、ケーススタディごとにやった方が分かりやすいかなと思いますので、いくつかケーススタディごとにですね、ご説明をするというのをやってみたいと思います。僕普段使っているのはスケッチアップというソフトを使っています。これのいいところは無料でも使えるんですね。無料版にはいくつか制約があって、有料になると、お金を払うとその制約は剥がれていきますよという感じになっています。大きな制約としては、オンラインじゃないと使えないというところですね。インターネットに接続していないと、無料版はですね、使うことができないです。というのも、ウェブブラウザーですね、サファリであったりとか、クロームであったりとかいう、そういうウェブブラウザーで使うソフトになっているので、オンラインじゃないと使うことができないです。あとは、大きいファイルが使えないとか、エクスポートできない、そのオートキャド用にファイルを吐き出すとか、そういうことができないとかいう制限もあるんですが、僕が普段仕事で使うような部分、であったら特に問題ないかなというふうには思っています。実際にですね、どういうものを作っているのかというのをですね、ご説明したいと思います。でこれカーポートのモデルですね。はい。で僕、そのテイター書いて頭の中で 3D に起こしてっていうのも、それも大事だと思うんですけど、実際にこうやって 3D に書いちゃうっていうのは一番手っ取り早くて、細かい収まりもこうやって実際に見えるので、こういうふうに実際に書いちゃうという。墨付けして刻みするようなものに関しては全部躯体ですね。躯体の 3D を起こしている。これも同じ小屋ですね。小屋でどういうふうなサイズ感でやるのか。っていうような、お客さんとの打ち合わせでも使えますし、実際に自分で墨付けするときにも見てわかるというようなところですね。あとはこういう、空間に対してのレイアウトを打ち合わせするときにも、こういうようなレイアウトでどうですかみたいな。これはもうレイアウト用ですね。こういうレイアウトにしましょうかというような打ち合わせで使うような資料ですね。でこれも実際お客さんと打ち合わせしながら高さ決めたりとか、ちょっとじゃあこれ高さ変えましょうかとかっていうのも実際に移動しながらですね、触りながらやります。でやっぱりお客さんと話してて、平面図だとお客さんもイメージしにくいっていうこと結構あるじゃないですか。なので、こういう 3D だとお客様もこうイメージしやすいので、話が早いかなというふうに感じています。あとこういうものですね。これ、確か下駄箱のモデルだったと思うんですけど、それに対して、僕はこの横にですね、木取りですね。これ多分ネダレスかなんかで使ったと思うんですけど、そのサブ6番から何を何枚切り出してどう作るかっていう材料の切り取りですね。木取りまでこの横に書いちゃうということをよくやります。はい。あと複雑なものだと、これ、前僕が作った鉄足で作った椅子なんですけど、椅子のモデルですね。どういう勾配でどういうふうに作るのかっていうのを 3D で書いているという感じです。で、こういう複雑なものですね。寄せ胸のところの細かい収まりとか、こういうところですね。こういう角度とかも全部 3D で、高光源でも出せますし、高光源じゃなくてもですね、実際に角度をこういうふうに 3D で見て出すことができるというのもですね、3D のすごく便利なところだな。いうふうに思います。で、これ、なんかすごい難しそうに見えるんですけども、実際やってみると思ったより簡単なんですよね。結構、サクサク作れたりします。はい。ということで、では実際にですね、使ってみようっていうのをですね、やってみたいと思います。で、これの動画、最初の動画なので、まずそのスケッチアップの使い方を基本的に説明するという動画になります。動画の概要欄にリンク貼ってますので、そのリンクを開いてください。するとこういう、スケッチアップのホームページに飛びます。ここの製品というところのフリーというのを押してください。で、この下の Go Pro Studio っていうのが有料版なんですよね。これ有料版でさらに、パッケージが違うというか、機能が違って値段も違うというふうになっています。で、詳しくはホームページの方を見てください。でまずはフリー版を押します。で、この画面になります。で、このモデリングの開始をポチッと押すんですが、ログインの画面が出てきます。で、皆さん YouTube 見てるってことは YouTube のアカウント、Google のアカウントあるはずなので、ここの Google でサインインするっていうのが一番、新規で、ID 取ってもいいですし、この Google でログインするのもできるので、Google でログインするというのをやってください。で、ログインすると、こういうふうに画面が起動して、はい。で、この画面になります。で、これで、
新規作成をします。で、ここにおっちゃんいるんですけど、これなんか、原寸大の目印として、なんかおっちゃんがいるって感じです。これいらないので、これ押して、エリートキーですね。で、消してください。で、あと、まず先にやってほしいのは、この i というマーク、モデル情報っていうところですね。押して、なぜかというと、これ最初インチで設定されてるんですよ。で、インチだとわからないんで、まずミリ単位にしますと。で、ミリ単位で精度が 0.1 ミリ単位ですね。でいいので 0.1 にして、あとスナップ間隔、まあ、とりあえず1ミリにしておきます。はい。で、これでとりあえず OK です。で、あと、ここにツールですね。いろんな道具が並んでいて、一応簡単に説明します。で、これが選択ツールで、これが消しゴムで消すもので、これが鉛筆です。で、これでビーッと線を引いたりします。あと、これが四角を描くツールです。で、この下の、このプッシュプルっていうのは、こうやって描いたものを持ち上げたり、下げたり、ギュッてやったりっていう面の伸び縮みさせるツールです。で、この移動っていうのは移動させるんですね。こういうふうにやると、これ厄介なのが、こう奥の部分ですね。奥の部分くっついてるんで、こういうふうになっちゃうんですよ。ギュンギュンと。面に対して、とにかく面に対して動くっていう感じなので、この選んだ面、ここが動いちゃうっていう感じなんですね。なので、全部動かしたい場合は、こうやって全部選択してから、こうやって移動させるという感じになります。これは回転ツールで、これも、選んでない状態で、これを回転させると、こうやってねじれるんですよね。でも、全体選んでから、まあ、こうやって回転させますよ、ね。っていうのがこの回転ツールで、あとこれが縮尺ですね。これも、ピッと全部選んでから、縮尺やると、こうやって、大きくしたり、小さくしたりすることができます。あと、これ、塗るもので、これ、色も単純につけれるし、あと、それ以外にですね、素材も当てることができます。例えば、木材だったら、木材、こういう、木材色にすることもできるし、タイルにしたかったら、こういうタイルに、そういうこともできるというような感じですね。はい。これがペンキの塗るツールです。あと、ここの、これが一番よく使うんですけど、これが、回転させるツールです。まあ、こういうふうにぐるぐる回しながら、裏見たり、上から見たり、っていうふうに回転させるツールがあるのと、あと、これが、横にずらすです。平行にずらすツールになります。あと、これがメジャーで寸法を測ったり、あとはこういう補助線ですね。こういったガイドという補助線を書くツールです。あと、このポチッとした点々点の中にいっぱい他にもいろんなツールがあって、まあ、よく使うのは寸法ですね。寸法でここからここまでのサイズと、おっとと。ここからここまでがこうというふうにわかると。いう感じになっています。はい。で、まあ、例えばですね。ここに、ピッと、3640と直接入力します。で、エンタートンと押すと、3640×3640 の角ができましたと。これですね。で、これを、例えば、天井高2400なので、2400と数字入れて、ドンとエンターをします。すると、3600×2400 の箱ができるんですね。で、例えば、まあ、中のレイアウトの打ち合わせがしたいという場合だったら、まあ、ここでもう、上抜いちゃって、くると例えば、まあ、お店だとしたら、まあ、この辺にレジのカウンターを置きましょう、みたいな。で、ざっくりやりますね。で、高さが、1200にし、おっとっと。高さが1200にして、あと、ここにテーブルが欲しいかな、みたいな。で、テーブル700で、で、回転させて、ここに商品棚が欲しいので、
まあ、こっからこの辺でこれぐらいの商品棚、まあ、300ぐらいでいいですかねみたいな。で、まあ、この辺に窓が欲しいかなと。じゃあ、ここ、なんか窓にしましょうということで、あ、ここで一回ペンキ塗ってみましょうか。で、例えばここでガラス、タイル消して、金属、あとガラスがあって、これ透明なやつですね。ピッと押すと、ガラスになります。で、まあ、これガラスちゃんと中透明で見えるんですよ。こういうふうに。こうやって中覗けるガラスが入ってますと。で、あと扉、まあ、この辺にしましょうかみたいな感じで、800の1900ぐらい。でも、とりあえずこれもペッと入れてしまうと。はい。間違った。で、こっちだ。で、こういうような感じで、ぐるぐるっと合わせてみて、こういうレイアウトでどうでしょうかみたいな打ち合わせがこれで簡単にできるという感じですね。ということですね。まあ、すごい今、バババッとやったので、なんかよくわかんないな、みたいな感じかもしれないですけど、やってることなんかそんなに難しくなさそうですよね。慣れてしまうとですね、本当にすぐ作れるようになります。これくらいだったら。なので、まあ、これが打ち合わせですぐパッてできるだけで全然違うんですよね。もうすごいわかりやすいですし、まあ、実際にこれ、ちょっとぐるぐる動かしてみる。なんか、こういう、とりあえず箱作って、面をいじっていくみたいなもんなんですよね。四角いものをいっぱい並べて、あ、こういう風な感じなんだな、みたいな風にいじっていただければ、なんとなくわかるかなと。で、回転させるのと、横移動ですね。横移動と回転させるというところ。これ作ったのでせっかくなら保存しましょうと。未使用の完全な削除。まあ、これ完全に削除するで大丈夫。未使用のコンポネントがありますっていうことで、まあ、これ関係ないですね。完全に削除する。多分あの、おっさんのことかもしれないですね。はい。で、完全に削除するで大丈夫です。で、保存先スケッチアップテストで、ケーススタディ1と、ここに保存と。で、これで保存できました。はい。で、ホームに行くと、ケーススタディ1というのが残っています。はい。ということで、第1回目のケーススタディ1でした。はい。では、ありがとうございました。